moments are the important moments that connect us. キムラ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。 FM79.7 メガヘルツ FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオからキユ名古屋をお送りいたします。番組名キユ名古屋は FM ギノワンがあるギノワン市キユナと名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県ギノワン市から発信し、双方の魅力をお届けする30分になります。MC はラジオが好きで投稿生活に浸っているみそ煮込みスキーと、講師ともに各方面からトークが滑っていると指摘されている滑り王子マスクマンですが、今日は滑り公務がありお休みになります。お休みです。そして深夜ラジオにハマり、ラジオを生活の一部にしている名古屋のダンサーズでお送りいたします。はい、第3回目の放送となりました。3回目ですね。はい、今日はですね、残念ながら寒い人はいないんですね。不在でございます。あら残念。これを喜ぶ人がいるのかどうか分かりませんけども、こちらはとりあえずですね、快適な環境でできますね。あら快適なんですか。王子寂しがっちゃうよ。あ、そうですか。もうね、彼がいるとね、滑りが映りそうで怖いですね。ミキサー操作的に厳しいですかね。はい、厳しいですね。やめてほしいですね。そうなんですね。はい、さてさて、今週のテーマは、今週のテーマは祭り。今週のテーマは祭りでお届けいたします。メールアドレスはkyu@kyu.nagoya、kyu@kyu.nagoya、 kyu@kyu.nagoya です。ツイキャスライブもやっています。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネット配信ラジオ配信サイト、リッスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして今日は名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からお届けします。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋888ザ・カバース絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、以上の提供でお送りいたします。さて今日のテーマは祭りです。2人しかいないんですけど、マスクマンお休みで、はい、でもたくさんメールいただいてます。はい、ではメールの方ではお願いいたします。はい、ではでは、名古屋マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。今日は祭りのあれこれですね。実は私は祭りが苦手なんです。ほう。祭りは画面だけで楽しむ方です。お、画面で楽しむ。そうですね。なので一番見ていて楽しいのがよさこい祭りの踊りですね。見ていて心が踊ります。いつか見に行ってみたいです。これは四国の高知でした。全国でもありますよね。祭りというよりよさこいの競技を見てみたいです。そして一度は日本の有名なお祭りに行かなきゃですね。
ということです。ああ、そうなんですか。祭りが苦手なんです。あれ、よさこい祭りって高知でしたっけ。そうですよね。だけど、祭りが苦手っていうことはどうなんですかね。人が多いからなんでしょうか。ね、画面で楽しむってことはテレビで見たりとか、はい、そういったことですよね、きっと。そうでしょうね。いや、ぜひですね、参加していただきたいですね。ね、まずこう、はい、実際に楽しむ派もあるんですけど、こう、はい、画像で楽しむ派っていうのもあるんですかね、やっぱりね。そうですね、はい、ではでは次いきます、はい、ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。遅くなりましたが、義勇名古屋の新番組おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。あの逮捕されたくないですよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今週のテーマ祭りですが、先日参加した那覇大綱引きと那覇市民フェスティバルですね。ラジオ番組に参加するようになってから3年過ぎますが、いつもお世話になっている皆様のために、これは綱引きか、綱を引いた後は必ず綱を皆様にプレゼントしています。ただ今年は大量に綱をいただいたために持ち運びするのに結構重かったですあとダンサーズさんとみそにこみすきーさんには久しぶりにお会いすることができ、那覇市民フェスティバルの後に居酒屋で有意義な時間を過ごすことができたので本当にありがとうございます。今度お会いするのは12月のイベントで、マスクマンも一緒にお会いできることを楽しみにしています。文章下手ですいません。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、よろしくお願いいたします。またメールで参加します。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですね、実は私たち、そうですね、大綱引き行ったんですよね。そうですね、那覇大綱引き祭り行ってきました、ねえええ、ちょっと台風が心配だったんですけ ど、はい、前代未聞のことが起きましたよ ね、はい、綱が切れるという。そうですね、はい、あの時もう私たち東上がりの方にいたんですけれど、はい、もう動いたから絶対勝ったと思って喜んだんですけどね、ところがっていうところがでしたね、テレビで後で知ったっていうね。そうですね、ということでね、はい、こっち行きますか。あ、そうですか。じゃあお願いします。はい、じゃあこちら行きますね。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。ホークスクライマックス4連勝アレックスはい、ホークスファンですから、はい、アレックスさんはね、はい、はい、ありがとうございます。祭りということで、ホークスが3年連続の日本一になった日には一人祭りですね。何をするかというと、ツイッターのライブで選手のインタビューをひたすら見るってやつなんですけどね。王子に言ってもらいましょう。優勝した後に、中村明菜に言いたいセリフ。すいません、ちょっと王子じゃないですけど。王子ないけど、はい、代わりに、じゃあ代わりにダンサーズお願いします。はい、明日から休みだから一緒に過ごせるね。疲れたけどアレックスの顔を見たら忘れちゃう。埼玉で一緒にゆっくりしたいな。これはやっぱりマスクマンに行ってもらった方が良かったんじゃないかな。なんですかね、これは。はい、はい、ありがとうございます。気を取り直して次行きましょうか、はい、泉佐野の特急サザンです。好きな祭りは地元ではないんですが、大阪岸和田市のだんじり祭りが好きですね。特に好きなのはやり回しです。街角を直角に曲がるという行動で、綺麗に直角に曲がると街同士の戦いみたいなことをします。今年は東京にいて見れませんでしたが、来年行こうと思います。お、 ありがとうございます。そう、あれすごいですよね、はい、テレビでしか見たことないんですけど、うん、はい、ね、喧嘩祭りっていうぐらい結構迫力ありますもんね。はい、河合直子さんの歌を捧げたいですね。え、あらら、今日は誰が滑ってるのかな。はい、はい、じゃあ次いきますよ。はい、はい、はい、たい、沖縄からアイスプリンです。祭り、若かりし頃は祭りが大好きでよく行っていましたが、今は人混みに酔ってしまうことと、男児3人を連れて行くのが怖くて大きなお祭りにはなかなか行けません。そんな私でも毎年楽しみなのが、保育園の夕涼み会なるお祭り。市販の打ち上げ花火ですが、花火タイムも終わってなかなか楽しめます。ちっちゃい子たちが浴衣やジンベエを着て一生懸命踊っている姿も可愛くて可愛くて、
毎年企画してくださる先生方には感謝の気持ちでいっぱいですということでした。ありがとうございます。 ありがとうございます、ね、え湯涼み会いいですね。なんか花火もちょっとアットホームな感じで、そうです ね楽しんで、はい、踊りとか、ね、子供たちが踊り可愛いですよね、きっとね。そうです ねはい、はいはい、ということで、あの追加室結構来てましてですね、はい、タイコッピさんこんばんは、初見です、初見です、初見です、あの初見ではないです、いや初見じゃないですか、太鼓さん。そうですか、うん、あ、ツイキャスですよ。あ、ツイキャス、はい、あ、なんかその辺にいる感じがしますねはい、沖縄にワンチュールさん、名古屋の皆さんこんばんは、そして沖縄からお帰りなさい、ついでにお寒い方はお休みですねって、はい、休みです、はい、鳥門団長さんもこんばんはっていただいてます。こんばんは。とこなつーこんさんこんばんは、男子バレーボール勝ったって。あ、そうなんですか、情報ありがとうございま す。はい、尾勝からもしさんこんばんは、青森からツイキャス見ていますって、ありがとうございます。この間あのツイッターのフォローもさせていただきました、うん、あ、そうそう、それ書いてありますよ、キユ名古屋さんからツイッターフォローいただきました、ありがとうございます。あ、こちらこそよろしくお願いいたします。じゃあまたメールに戻ります。はい、はい、こんばんは、陽子ねえねえです。噛みつきばあちゃんの方がいいかな、はい、そっちの方が分かりますかね、分かる方にはね、はい、はい、祭りといえば昔々八重瀬町がコチンダ村の時、村から町昇格祭りっていうのがあって、おばを連れて行ったんです。そろそろ帰るってんで駐車場に向かいながら花火を見ていました。あの頃は花火なんて目の前で見ることもない時代でしたから、それはそれはたまげた感じで見ていましたら、私とおばあのところに何か火の塊が落ちてきて怖い怖い、おばあを引き連れて逃げたな。あの時おばあ80歳ほどでした、うん、怖かったよ。火が何かあれですか。でも花火って本当に火、前私も岡崎祭りの時に火の粉飛んでくるんですよ、本当に。なんかね、私も聞いたことあるのが不発弾があると、でその不発弾が落ちるっていう話も聞いたことあるんですね。あ、あれ私も怖かったです。結構たまにありますよね、どういう時かあんまりよく分かんないんです。そうですね、はい、でも沖縄の人は祭りになると特にエイサーとかジムどんどんしてさ、血が騒ぐのよね。18歳の頃には彼氏でもない男の子の小指を捕まえてはぐれないように歩いた思い出もあります。キャー、戻りてー、じゃんじゃん、ではまた来週。戻ってくださいよいいですね、なんかこの、はい、おばあの話からのね、この自分のちょっと若かりしい思い出っていうね。そうですね、いいですね。こちらでは行ってきますね。はい、はい、はい、さい、旧名古屋の皆さん、第3回目の放送ですね。ダンサーズさん、みそにこむきつきさん、滑り王子ことマスクマンさん、かっこ今日はずる休み、はい、ずる休みのようなもんですあれかっこ笑い、大阪市長って言うんだね、チューン、チュービラサイ、今日もお邪魔しますね。沖縄浦添のしんちゃんデイビル、ありがとうございます。今週のテーマ祭りですが、今週末にあった那覇大綱引き祭りや前頭エイサー祭りが大好きですね。那覇祭りには初日と最終日に行きましたが、たくさんのリスナーさんたちと必然的に会えて、すごく楽しく飲み食べしましたよ。また飲み足りなかったからさ、かっこ笑い今やっと残業終わるところですよ、早く帰宅して青森飲みながら聞いてるね、またね、ステッカー希望。あ、ステッカーですね、ね、ステッカー作りたいなってずっと思ってるんですけど、はい、今、デザインなど考えているんですけども、まあ、今ですね、ちょっとその家のようにありますけども、こちらあツイキャスで見ている方は分かると思うんですけど、ツイキャスで見ていらっしゃる方は分かるかもしれないですけどこれマスクマンの写真ですか。写真ですね。こういうのを、ね、使ってステッカーにしていいんでしょうかね。まあ、また皆様のご意見もいただければと思いますこのステッカーはちょっとどうなんだろうな。はい、じゃあまだメールの方どうぞ。はい、じゃあいいですか。はい、皆さんこんばんは、鶴ヶ島のカーズニーです。祭りは楽しいですよね。この中でも屋台、昔ながらの屋台から人気食材の屋台まで様々です。高校時代の秋に彼女と行った祭りで、大きなタコが入ったたこ焼きを2人で頬張って食べていると、彼女が美味しいねとにっこり、でも前歯に青のりがついていましたが、それも含めて可愛いなって思いました。あ
甘酸っぱい過去の思い出でした。皆さんの好きな屋台はありますか？そうですね、屋台、好きな屋台、個人的に焼きそば好きですけど、焼きそばのある屋台が行きたいなと焼きそば、と思いますし、なんか、ね、子供の時リンゴ飴が好きでした。あ、リンゴ飴ありましたね。あと今でもあるんですか、あの氷の上に水飴を練って置いておく、あの割り箸をそれぞれつけながら練り飴みたいなものを、ね、なんかあれ好きな色つけたりとかね、色もつけてましたよね。ありましたよね、はい。じゃあこちらのメールでは1通、あ、いいですか、まだありますよメール。はい、あ、ちょっと時間がないですね。じゃあ、はい、CM 行きますか。 CM ですね。はい、 CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キユナ小屋。それでは名古屋は栄養コーナーです。今日のテーマは祭りです。はい、今日のテーマ祭りからですね、今週末に、こちら、ね、名古屋市内なんですけども、名古屋祭りというものが始まります。でこの祭りですけども、名古屋の中心地区栄から名古屋駅までの間を、このいわゆるこの戦国武将と言われる方たちですね、織田信長と、豊臣秀吉、信長家康、この三英傑って言いますね、三英傑で、600人を従えて行進するというものでございます。でこの、祭りですけども昭和30年から始まった、祭りになってございまして、多くの方がお越しになられる祭りになってます。大体毎年ですね60万人から80万人がのお客さんがお越しになられる。すごい、そんなに来るんですか。はい、というものでございます。そういったような祭りでして、このですね信長秀吉家康、この三英傑、この三英傑をですね扮する方を毎年オーディションをやるんですけども。あ、そうなんですよ。はい、今年もですね、このオーディションで通った方がされるんですが、やはりですね雰囲気は出ておりますねそうですね、はい、ちゃんとですねこういったところも人選でされてるのかなというふうに思っております。いや、実を言いますと名古屋祭りですね、私もここどうでしょう、5年ぐらい前に少しだけ見たというところですけども、昔はですねこの祭りも楽しくてね行ってたんですけども、とにかくですね先ほど言いました60万人から80万人というすごい数の人数の方が集まるということもあり、最近ですねやはり外国人の方も増えているということもあって、
とてもにぎわっている祭りでございます。こういったですね祭りもですねまたぜひね皆さんのお日にちなどご都合など、です、ね、合わせていただきまして名古屋祭りで、で、移動はですねここですね境から名古屋駅の間はですね地下鉄東山線というものが通っております。ですのでね渋滞とかもありませんので、こういったものを使っていただければ行きやすいのかななんて。そうですね、地下鉄で移動してこう祭りいろいろ見てね。そうですね、はい、といったところでございました。はい、はい、今日の名古屋栄養のコーナー名古屋祭りのことを紹介させていただきました。はい、まだまだメールたくさんいただいています、はい、ラジオネームタイコッピさんです。ありがとうございます。はじめまして、お初のメールです。テーマは祭り。祭りの思い出って言ったら、中1の頃に付き合った2つ上の初めての彼氏。卒業して彼はとび職となり、実家を出てお隣の市へ引っ越し、中1のガキンチョに仕事の大変さが理解できるわけない。中2になる頃は寂しくて自然消滅したと思い、違う彼氏を作りデートで行った桜祭り。そこでばったり地元にいないはずの彼氏が、そこでその後大喧嘩になり、浮気するとはと言われ完全にお別れ。その地元の桜祭りの思い出はそれしかない。そして大人になった今、その元彼は何でも言い合える仲良しの 男友達になりました。素敵な桜祭りの思い出をください。あ、その彼氏桜だったんじゃないですか。ちょっと違う、はい、あ、でもすごいですね、はい、結果的には何、はい、男の友達、そういろいろ相談し合える男友達になったってことですよね。あ、ごめんなさい、個人的に知っておりますけど、いろいろ、はい、いろいろあるということは聞いておりますのではい、割愛した方がいいですか、これは。あれ、素敵な桜祭りの思い出はって、あ、素敵な桜、まあ素敵な桜、それはね、桜だった、そういうわけではない、うん、スイキャスでちゃんと答えが来てます。隣の市はね、春日井市ですね、はい、ってか、はい、はい、存じ上げております。はい、ではメールいきます。はい、はい、旧名古屋の名古屋のダンサーズさん、味噌煮込みつきさん、名古屋のマスクマン、滑り王子さん、こんばんは。記念すべき3回目ですね。さて、テーマの祭りですが、昨日まで那覇祭り、 RBC 王国祭りでしたが、毎年 RBC ラジオ祭りを含め大体行ってるんですが、今年は仕事が忙しくて行けず、せっかくダンサーズさん、味噌煮込みつきさんと会えるチャンスだったのに残念でしたよ。それでは最後まで聞いてます、モーラでした。モーラさん、ありがとうございます。モーラさん、ありがとうございます。 iPhone から送信ということで、はい、iPhone から送信、はい、うん、はい、はい、どうぞ。はい、じゃあメールいきます。ラジオネーム進撃のめいちゃん、ダンさんと味噌煮さん、ベンザおじ、こんばんは。先週の話ですね、あれって。土曜から月曜日、本当にお世話になりました。日曜日はビールまで本当にありがとうございました。あ、そうかそうか、オリオンビアパラダイスの時に、そういえばめいちゃんと一緒にビール飲んだ飲んだ。はい、ホーム戻りますね。土曜日、ダンさんとみそにさんが本当に大丈夫か、台風が心配していました。ダンスタの周りは大丈夫でしたか。あ、ダンスタって何かと思ったら、はい、ここのスタジオ大丈夫だったかって聞いてるんです、ね、はい、大丈夫です、ね、本当に無傷です。はい、そう、名古屋はね、思ったよりは強くなかったんですけどね、うん、はい、ちょっとやっぱり他の地域いろいろ心配ですよね。そうですね、はい、はい、そして、放送では言えないいろいろ難しい話を聞いて、なんか何も言えませんでした。
やはりラジオで喋っているスターは素晴らしかったですね。写真添付させていただきますということで、これね、神田さんと写ってるね、みんなで写ってる写真がね、そうですね、うん、はい、ね、あの有名リスナーさんが集まってますね、ね、ね、そうですね、はい、楽しかったですよね、はい、で、ではでは楽しく聞かせていただきますねってことでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、こちらもいきますね。はい、こんばんは。私が住んでいる岐阜県に近い稲沢市では秋の二大祭りが迫っています。まずは今週19日土曜日、20日日曜日は神宮神社参道をメイン会場とした稲沢祭りが開催されます。また11月23日祝日、24日日曜日には稲沢市祖父江町で祖父江紅葉祭りが開催され、イチョウの木のライトアップは11月30日まで開催されますということで、トニモン団長さんでございます。すごい、なんかいろいろ情報ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、名古屋祭りじゃなくてその他いろいろね、はい、祭りがあるんですよね。そうですね、はい、はい、で、あの、もう、はい、もう一通でございますね。はい、旧名古屋の皆様こんばんは。四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。ありがとうございます。今年のテーマ祭り、昨日はうちの地元の秋祭りでした。毎年近所にある競輪場を舞台に花火大会が行われ、今年も家のベランダから大きな打ち上げ花火をバッチリ見ることができました。うちの地元では市が主催する夏祭りを皮切りに年に3回花火大会があるのですが、この秋の花火大会が終わるといよいよ秋本番だなと感じております。余談ですが、今週末に映画スペシャルアクターズの公開記念舞台挨拶を見に名古屋へ行きます。お、そうですか。名古屋にいらっしゃるんですね。映画の舞台挨拶で東京以外で行われるのはめったにないことで、映画仲間と楽しんできます。ではではということで、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、さっきステッカーのことでツイキャスでね、はい、おかちからもちさん、ステッカーただでもらえるんだったら欲しいとか、ミネラルミラクルさん、ステッカー欲しいですって手を挙げてます。はい、でも浦添のしんちゃんさんはね、マスクマンの裸のステッカーはいらないって。ということで、はい、まあ、いらないということで、エンディングでーす。はい、エンディングです。はい、早くもエンディングになりました。はい、来週のテーマは何ですか。来週のテーマは学校このエコーに分かりづらいということで、来週のテーマは学校です。ハイスクールです。ハイスクール、あなたの小学校、中学校、高校、大学など学校に関するメッセージをお待ちしています。ハイスクールだけじゃなかったよ、はい、そうだよ ね、はい、ジュニアハイスクール、いろいろ大学もあるけど、はい、カレッジ、ユニバーシティ、あれちょっとなんかおかしいな、はい、はい、ということで、はい、早くもあれですね、この番組、はい、いいですか、いいですよ、読みますよ、はいはいはい、この番組はザ・カバース絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋トリプル8、首里饅頭の那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、以上の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りしました。ありがとうございました。また来週。